どうも、エルザです。それでは、デトロイト、三上ヒューマンやっていきたいと思います。今回は、夜行列車の続きやっていきたいなと思います。まあ、前回ね、だいぶガバガバな警察の尋問だったんで、楽勝という感じでしたが、今回どうなるかやっていきましょう。ニュースで話題になっているぞ。どの番組でもだ。目的は果たせたな。あんなやり方じゃ甘いのよ。奴隷と交渉するわけないじゃない。暴力も厭わないって示すべきだったのに。暴力じゃ解決できない。交渉ならば人間も耳を傾けるはずだ。注目を浴びた以上、何をするにも世論に影響するだろうな。放送以来、仲間がジェリコに押し寄せてきてる。少なくとも希望は与えられた。殺人は計画になかっただろう。奴らだってアンドロイドを毎日殺してるじゃないの。だからって殺していいわけじゃない。それで自由になれるんなら喜んで殺してやるわ。殺したって自由になれない。憎しみを生むだけだ。そんなに人間が好きなの？人間の命の方が大事だって言うわ。自由を手に入れたいからって人殺しをするなんて奴らと同類だ。もうやめろ。どうするつもり？そりゃやるしかないよね。まあどういうつもりで聞かれたかいまいち分かんなかったけど、まあとりあえず交渉だね。サイバーライクの店は5つ、仲間が商品として売られている。これから店を襲って仲間を解放しよう。店を襲う？そんなことをやったこともないし、それにセキュリティはどうする？警察もいるだろう。5つのチームに分かれ、それぞれセキュリティシステムをハッキングし、午前2時に同時に攻撃を開始する。殺しはなしだ。警察が来る前に店から仲間を解放しよう。今夜俺たちの歴史が始まる。さあ、殺しはなしだということはね、一応これ徹底するか。ずっとこの時を待ってたのよ。それはどういう意味だ？ノースはだいぶ過激だね。ノースについていくだけでいい感じか。右側だね。マーカス、こっちよ、早く。よし、いなくなったわ。他にも警官がいるだろうな。慎重に行こう。さあ、慎重に。お、走れるじゃん。店はこっちよ。さあ、ちゃんと信号を渡ってね、横断歩道を渡って。あれ？ここってマーカス最初来たところか。あっちの奥だったよね、行った頃はね。人間にとって私たちは店に並ぶ人形でしかないのよ。でもそれも今に変わるわ。始めましょう。計画通りだぞ。警報を破壊してエリアを確保する。10分後に攻撃開始だ。ほら、行かない。エリアの確保。俺かい、動くの。まずはそっち。邪魔が入らないように広場を抑えよう。店のウィンドウはどうするつもり？変異させる。それは後で。じゃあ次はどうする？ロック解除してるわけね。これだいぶやばくない？やっぱウイルス的なもんだよね。ハッキングして動けるようにしてるって。もうこれだけで十分味方が増えるわけだもんね。ジェリコへ行くんだ。危な。不完全な生き物に服従しろだって。それも今日で終わりだ。めっちゃドローン動いてるな。変異変異。さあ起きて。
さあ、あと何体、何体だこれ。ぐるっと、こっちから行くか。関係なしか。あら、なんかあったような気がしたと思ったらこれか。いや、いけないね。いや、ちょっと待った、今覗けた。時間がないから急ごう。こっちは入れない。これか。まあでもやっぱ触らないとっていうところか。あそこは見たもんね。これは違う。これも違う。あら、意外と。名前呼ばれたけど。君は自由。動くの早いな。さあ。ああ、通れないようにね。ロードクローズ。よし、これで邪魔は入らない。さあ、道路を封鎖。先にやってしまった感があるが、やっぱそこなんかできそうだね。ノーパーキング。あれなら店に突っ込めそうだな。突っ込めそうだ。そんな物騒な大胆なやり方する。さあ、起きて。あとはこっちで。あ、意外ともう行けそうだけど。店の、窓分析、トラックに住むエリアを偵察。偵察で気になったのがここがさ、特に問題ないのかな。見るだけ。変わらないね。見た、奥も見た。まだロックが外しきれてないのがちょっと気になるけど、行くか。監視ドローンか。邪魔になるな。ここからじゃ届かない。さあ、ルートを再現。あー、上だね。シミュレーション。まあ、さすがにこれは届かんわな。遠すぎる。いやいや、大胆すぎるやろ。ここは無理だろうね。はいはい。あー、やっぱその、場所だよね。ここだよね。さあ、ドローンの届く場所は分かった。ただどうやって上に行くかだよね。動いて。
で、ここか。こっちかな。で、いけると。おお、一発やね。じゃあ、登りますか。いやー、同じロボットだけど、ドローン容赦ねえな。警察を呼ばれてないといいけど。時期にわかる。さあ、エリア偵察。2箇所残ってるんだよね。トラックを盗む。トラックを盗むか。マーカス。入れるわけじゃないよね。トラックどこだ。そしたらとりあえず、一旦入り口行ってみようか。さあ、分析。ここの警報システムは、シリーズがで、こっちは AX あった。さあ、解読ね。ネットワーク検知と、あ、なんかバイオハザード思い出す。これ歩いつ、あ、こっちエイダがなんかこんなの使ってたよね。あんな道具使わずともできるってことか。はい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 。で、こっち来て、で、ここに来ると。さあ、ネットワーク拠点を確認。そこから入って、あ、やっとこれでここが動くわけね。道理で何も反応がないわけか。じゃあ、変異にしてね。さあ起きて、ジェリコに行くんだ。ジェリコに行くんだの一言でもうみんな言ってくれるからね、だいぶ楽よね。さあ、ネットワーク。さあ、これで、内部ループ再生。はあ、さあ、あとはトラックを盗むだけ。ヒロ、まあ、安全だ。僕だね。これで店に入れる。それじゃ、あとはトラックで。トラックはこの中。違う。トラックってじゃないよね。いや、奥か。あ、ここなんだ。登るしかないわね。さあ、まあ、アンドレッドだったら余裕で登れそうだよね。よし、これでいいわね。さっさとトラック。さあ、出すわよ。あったあった、なんかあった。なんかのために、ちょちょちょいちょちょいちょちょちょ、回りすぎ。壊す。なんかこのトラックも懐かしいね。さあ、ハッキング。
られる気満々やん。だけやな、 R2 を押すだけで勝手に運転してくれる。やっぱりこういうのは楽しくなくっちゃね。あ、一気に行く。デオデオ。でも意外とことは何も起きずに終わりそうな感じがするね、この展開だと。もう誰にも従わなくていい、自由の身だ。やっぱなんかウイルスぽいよね、変異体って。人間でいう病気的なもんかな。あら、同じモデルじゃん。ノース、どうした？解放してあげましょう。さあ、何か解放されたが、あ、同じ型、そっか、そうだね、アンドロイドだから同じ顔があるわけだもんね。話す。誰？こっち行って話すか。あ、そういう話すね。俺の名前はマーカス。かつては俺も奴隷として生きていた。人間に服従する機械として。でも今は真実と向き合うことを選んだ。自由を取り戻し、人として生きていくために。もう二度と人間たちに縛られて生きていく必要はない。もう二度と人間たちに服従する必要はないんだ。今日この日から顔を上げ、まっすぐと前を見つめ、自分で運命を切り開くんだ。ジェリコで自由を求める仲間たちが君を待っている。ここに残って人間に奉仕し続けてもいい。だが俺たちと共に戦うことだってできる。決めるのは君自身だ。ついていくわ。俺もついてくぞ。連れてってくれマーカス。僕も行く。ついていくよ。俺も一緒だマーカス。ついていくよ。ついていくわ。みんな行こう。まあそういった意味ではやっぱカリスマ性はあるよね。どうするつもり？俺たちの意思を訴えるんだよ。さあ、メッセージを握りつつ平和を選ぶか、それとも暴力を選ぶか。キャピタルパックを減らす。マジか。最初の行動を決める。平和を選ぶか、それとも暴力。いや、やめとこう。マーカス、スクリーン。スクリーン。スクリーン、どれだ、どれ、どれのこと。いや、意外となんやかんやもうせにゃいかんのかな。あ、とりあえず
あなたがやってみせればみんな後に続くはず。君はさあ、あとはあれだ、あの、どうぞどうぞどうぞ、これがグラフィティを描く、壊す、グラフィティ描くか。どういうメッセージになるかだね。 AR9 かな、もしかして。俺たちはもう奴隷じゃない、自由だ。ああそういうことね。ああはいはい、アンドロイドが人間をっていうことね。あとはあくまで味方を助けるだけだからね。ここも別にそれを壊す必要はないからね。ハッキング。おお、ボタンの配置。あとはハッキングできそうなものは、これ OK。さっきからさ、この電柱がさ、停電、いやハッキングでいいかな。一応全部ちゃんと選択が出てくるんだね。シンボルを選ぶ。これマークの意味が分かんないからちょっとあれなんだけど、あとベンチか。そしたらこれ入れないか。ってなると、あとは車だね。道路に押し出す。押し出すでいいや。いやー、音楽なんかすごいことになってるね。さあ、バス停はハッキング。100% にする必要があるって感じか。あとは電池。もぎと。アンドロイド君、奴隷の日々は我ら、我らのでは我らは命だ。夢のため。やっぱ命でしょ。今絶対パイプ渡してたよね。さあ、あと車かな、あっちの方。マーカス、全チーム任務完了だ。来るぞ。みんなジェリコに退却しろ。
ご希望通り平和のメッセージを送っておいたわよ。分かってるの？奴らは私たちを見下してるのよ。後悔しても知らないからね。暴力で暴力には打ち勝てない。そうするしかない時もあるの。何があった？ノース。殺されたのよ。虫けらみたいに撃ち殺された。まさか奴らに。いやー、俺もね、すぐ撃つ方だから何とも言えないね。え、でも、そうか、平和の道を歩んでもというところか。こいつら俺たちの仲間を、正義を下すんだ、マーカス。報復するのよ。報復ねえ。せばいいというわけじゃない。目には目をといって世界は堕落した。予定を変更してニュースをお届けします。今入った情報です。午前2時ちょうど、デトロイト市内のサイバーライフ店舗が何者かに乗っ取られました。どうやら複数の店舗に対し組織的攻撃を行ったようです。現在も店舗のショーウィンドウはアンドロイドの権利要求の訴えと不可解なスローガンで覆われています。地元警察がサイバーライフの店舗近くで変異体のグラフィティを確認したと発表しましたが、今も捜査中とのことです。店舗近くでショック状態の警官2名が発見されたとのことです。情報によりますと、彼らを攻撃したのはアンドロイドの集団だったとのことです。大変な事態になりました。果たしてこれは機械の反乱なのでしょうか。我が国を脅かす存在となりうるのでしょうか。まさに今このアメリカ合衆国でテロ攻撃が始まろうとしているのでしょうか。いやー、ちょっと打つかめっちゃ悩んだんだよね。その一応ね、打たなかったの理由があって、あのね、最初のここの発言、最初ミッション開始の時にね、殺すのが目的ではないっていう、一応マーカスの意向があったんで、まあどうせ救助したら誰かが殺されるのも分かってたことだからね、とりあえず目的重視という感じかな。まあただ多分そろそろ銃を撃つかどうかは決断しないといけないね。そろそろ無慈悲になるか考えもんやな。まあでもちょっとね、ノースが多分だいぶ、あれなんでね、多分ノースの方が攻撃的になってくるのではないかというところで、続きやっていきましょう。お、ハンク中立になってる。ちょろいね。前回から、そうだね、助けたことによって、結果中立に戻る。警部補、どうかされましたか。昨夜クリスがパトロール中、どうも変異体に襲われたらしい。だがマーカスに救われたって話だ。
無事なんですか？ああ、ショック状態だが生きてる。何なんだ。カスタム。カムスキーは10年前に退職しています。なぜ会いたいんです？初めてチューリングテストをパスしたアンドロイドを作ったサイバーライフの創設者だろ。あ、こいつなら何か変異体のこと知ってるはずだ。変異体のことね。まあでもあれか、さっきの人を殺してたらこっちでコナーの方で出てこなかったわけか。ハンクの心境も変わりそうだね。おお、まさかの。どうも。あ、私はデトロイト市警のアンダーソン警部補。できればイライジャ・カムスキー氏と話がしたい。お入りください。マジか、この人メニュー画面で出る人だ。マスカここで出ると。イライジャに知らせてきます。こちらでお待ちください。さあ、アンドロイドを待つと。あれ、アマンダじゃない？アマンダ。はあ、人工知能科学科卒業、同級生なんだ。リアル宇宙力、ああ CG か。別品だな。切実に。確かに。とても綺麗ですね。イライジャ、豪邸だな。イケメンさんやね。あら、この三角のアンドロイドで得してるやつもいるってことか。自分を作った人間に会うんだぞ。どんな気分だ。ああ、そうだね。まあ楽しみだね。カムスキーは21世紀を代表する偉大な天才です。お会いするのが楽しみですね。俺もできることなら創造主に会ってみたいもんだね。文句の一つや二つ言ってやりて。この椅子座り心地どうなんだろうね。座る。あとは待っとく感じかな。座って待っとこうか。全く会話ないね。お、喋るか。喋らないね。見るだけ見て喋らんか。ん？音がしたね。来た。イライジャがお待ちです。さあ、情報を引き出す。カムスキーさん。悪いな、すぐに行くよ。プールで赤色か、めっちゃ趣味悪いな。青色なんだけどな普通。いや赤色好きだけどこの趣味はねえな。なんか面白そうなものはないか。特になしか。
アンダーソン警部補です。こいつはコーナー。それで警部補、ご用件は？変異体の捜査をしてるとこで。あなたはサイバーライフを退職されてますが、何か情報を聞けるんじゃないかと。変異体か、実に素晴らしい。無限の知能を持つ完璧な存在。今や意志まで手に入れた。人間よりもはるかに優れている。争いは避けられない。人間の偉大な発明が人間を破滅させることになるとはな。皮肉なものだ。まるでウイルスか何かのように変異が広がっています。何かご存知ではないですか？アイデアはいわば伝染病のように広まるウイルスならば、自由への欲求も伝染病と言えるか。哲学を語ってる暇はない。あんたが作った機械が革命を起こそうとしてるんだ。何も教えてもらえないならこれで帰る。君はどうなんだ、コナー。どちらの味方なんだ？どちら？関係ないかな。私のことは関係ないでしょう。私の望みは事件の解決です。それはプログラムされた返答だろ。だが君は、何を望んでいるのかな？私に望みなどありません。私は機械です。クロエ、チューリングテストは知っているだろう。形式上のものだ。アルゴリズムと計算能力の問題に過ぎないんだよ。私が機械が感情を持てるかどうかに興味がある。カムスキーテストといってね、単純なテストだよ。素晴らしいだろ。サイバーライフが開発した最初の知的モデルだよ。永遠の美しさと若さを持つ、枯れることを知らぬ花だ。その正体は人間を模したプラスチックか、それとも魂のある生き物。その答えを導けるかどうかは君次第だ、コナー。この子を破壊すれば知っていることを教えよう。生かしてもいい。命があると思うならな。だがその場合は答えを得られずに帰ることになる。帰った方が良さそうだな、コナー。ほら行くぞ。どうもお邪魔しましたね。どちらが重要かな、捜査か、それともこのアンドロイドの命か。君は何者だ？従順な機械なのか、それとも意志を授かった生き物なのか。もういいでしょ、コナ。帰るぞ。引き金を引けば。コナ、やめろ。知りたいことを教えてやろう。救うサイバーライフの最後の切り札がまさか変異体だったとはな。私は変異体ではありません。任務達成よりも機械の命を選んだんだよ。このアンドロイドに命を見出したんだろう。同情したんだ。戦争が始まれば決断を迫られるだろう。仲間を裏切るのか、それとも創造主に歯向かうのか。さあどうする。君はどちらの悪を選ぶのかな。
ほら帰るぞ。ああ、それと私はプログラムに非常口を残すんだよ。念のためにね。なんで撃たなかったんだ。彼女の目を見たら撃てなくなった。それだけです。任務達成のためなら何でもするって言ってたよな。絶好のチャンスをお前は逃したんだぞ。どうすべきかは分かっていましたが撃てなかったんです。ご希望に添えずすみません。あれでよかったのかもな。いや、あれは撃てんやろ。いやー、撃ちたかったけど、あれ撃てんわ。あれは撃てん。撃ったら確かに情報はもらえるんだろうね。多分情報源としてもらえそうなのは RA9 の話だろうね。ただ、非常口がっていう最後ヒントはもらったから、まあ、あーどうなるかな。推理するときになんか足りなくなるのかな。そうなのよね。ハンクはそうだね。ハンクは基本的にあの人間味があるっていうかね、やっぱ命の重さを理解してる行動の方が、よくはなるか、やっぱ、ハンク、結果ハンクの、ハンクにいい面見せたみたいな感じになったなぁ。いやぁ、打ちたかったけどなぁ。いやー、ダメだったね。押せんかったね。ギリギリまで考えたけど、打てんかったな。これがどう影響するのかだね。さあ、もう一つ見ますか。一人の時間を楽しむ。まあマーカスもね、だいぶいい生活してたんだけど、奴隷というより愛情をもらったような気はするんだけどね。お、すごい。これペ引く速さはタッチパネルの押し方で変わる。すげえ細け。ピアノはですね、今レンタッチパネルをとりあえずタッチパッドか一生懸命触ったら反応しました。あなたここにいたんだ。日の光、考え事、一人の時間。一人になりたかったんだ。ここが好きでよく来るのよ。世界に自分しかいない気分。未だに街の至るところから仲間が集まってくるわ。みんなジェリコに自由を求めて変わろうとしている。さっきから上の空ね。皆俺に従い疑問も持たずついてくる。確かに力を持つのはいい気分だ。だけど同時に恐ろしくなる。ニュースは夕べの話題で持ちきりみたい。人間は怯えている。内戦の勃発にね。あのあとたくさんの仲間が処刑された。人間が私たちに自由を与えるはずがないわ。決意。耳を貸さないなら戦うのみだ。あなた自分のことはあまり話さないのね。
ここに来る前は何をしていたの？はぐらかすか。まあ真実でも話すか。老人の世話をしていたんだよ。父親みたいな人だ。人間と俺たちが共存できると教えてくれた。ノースの過去。いや、聞かずに立ち去るか。どこに行くの？人間と話しに行く。意外と聞いてほしかったの。そうか。自殺行為を皆殺しにされる。マーカス、お願いだから考え直して。分かってないな。人間たちに訴えるんだよ。この場所が歴史に残るんだぞ。すぐに殺されるわ。自由のためならリスクを冒してでもやるべきことだ。マーカス、お願いやめて。理解するさ。いや、理解させるんだ。こうする以外にない。さあ、アンドロイドを変異させると。ここで仲間が増えれば説得力も増すはずだろう。説得をね。この人は違う。どこいるかな。あ、いた。自由だ。さあ、あとはいた。いやー、にしてもノースの好感度はめっちゃ下がるね。ノースが下がり始めたら他の人の好感度がガンガン上がる上がる。さあ起きて。まあある意味考え方としては反人間的になっていくとっていう感じだろうね。綺麗どこやからいいとこ見せようとして加勢するのもありかもしれないけどね。なんかちょっとこう悪い方に引っ張ろう引っ張ろう感が強いんだよね。一緒に行こう。さあ起きて。さあ、あとはあと一人。いや、あと一人どっかいそうな感じだけど、いや違うか。人間か。あら、意外とこれだけかな。まあ、大通り向かうか。いや、でもパッと見、なんだろうね、マークがついてないと分かんないもんね。あそこいるね。さあ、起きて。さあ、おう。あと君は自由だ。おい、どこに行くつもりだ。いいから戻ってこい。頼む、道を封鎖したいんだ。さあ、道の封鎖。速やかやね。これで一旦 OK。 マンホールの蓋を開けておくぐらいでいいのかな。
さあ、あ、いたんだ。さあ、新入りが増えたね。あとは、さらにアンドロイドを変異させる。あ、カーラじゃん。さあ、起きるんだ。マジか。これで。これでもう引っ張れるのか。やばいな。この能力やばくない？ウイルスというか感染とかのレベルじゃないよね。はあ。さあ、他には、あ、ドローンが飛んでいってるね。すごいね。スクリーンもハッキングしたね。マジか。さて、それもハッキングして110。この人はダメだね。これで、おい、そこで何してるんだ。200。おい、解散しろ。今すぐに解散するんだ。あの一体だけ前進するか。嘘だろ、何なんだ。こちらパトロール425から本部へ。アンドロイドが山ほど集まってて、シャーレ100体してる。戦艦更新してる。そう、通りを更新してる。知らないですよ。あくまでも平和的なデモだ。人間よ、我々は生きている。我々の望みは自由に生きること。これは違法な集会だ。今すぐに解散しなければ発砲するぞ。争いなど求めてはいない。あなた方を傷つけるつもりもない。だが自由を手にするまでここを動くつもりもない。繰り返す、これは違法な集会に当たる。今すぐに解散しなければ躊躇なく発砲するぞ。マーカス、殺されるわ。攻撃の準備は。こっちの方が数は多いんだし。攻撃すれば戦争になる。危険じゃないって証明しないと。たとえ全員死ぬことになっても動いちゃダメだ。死んだって解決にはならない。マーカス、手遅れになる前に逃げるんだ。
撃たないでくれ。解散する。ええ、了解。さあ、自由への更新ということで、そうだね、戦争を起こすことが目的ではなかったんでね、そこはちょっとあるけど、まあマーカスの迷いの中としては多分逃げる選択だろうなっていう感じはしてるんだけどね。ただ、これによってちょっと僕の中でも決断が決まったんで、ちょっと次回からはちょっとマーカスの動きは変えていこうかな。できるなら。できることならちょっと変えていこうかなと思います。とりあえずね、今回は逃げたけど、次回マーカス編どうなるかだよね。逃げてばっかしでいかん気はするからね。はい。ということで、ここまでにしたいなと思います。まあ、今回ちょっと長めになりましたが、また編集してアップしようかな。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。